大都洋家構想は、大正時代中は昭和時代初めに、当時の都洋家長が進めた、近代化構想である。ことぶきロータリーと、道路標識都洋家町長のゆり三んざえと助役の伊地知サブローえもは、第一次世界大戦に伴う後継期を背景に、縁山川改修、丹田田市鉄道を建設、高地整理、上水道の建設を柱に、大都洋家の建設を目指し、 その一環として、ことぶきロータリーが建設されている。しかし、有利による大都洋化構想は、町の財政を著しく膨張させ、町民の租税へ負担も急速に増大した。そのため、町民からは調整批判が起こり、社会運動の背景となった。豊岡化町財政の膨張の要因として、豊岡化人情高等小学校校舎増改築が行われたことが挙げられる。 1920年、当時の木造主流の中では、珍しい鉄筋コンクリート作りの増改築案が、町会に提出され、承認された。この増改築は、建物の老朽化という問題だけでなく、大都洋化構想及びその前史における政策にも、禁止している。都洋化庁では1910年から毎年200人前後の人口増加が進んだため、1919年末までに、 約22%の人口増加となった。それに伴う児童数の増加によって、小学校増改築の必要性が高まり、増改築案が作成された。これにより、1920年度の豊岡町歳出決算は、前年度と比べて著しく増加した。1925年5月23日に発生した北田島地震は、大規模な火災と、豊岡町にも、 大きな被害をもたらした。1926年2月23日の懲会で長長となっていた伊地地サブローエモンは復興の具体的手段として、まず都市成長発達の要件たる産業交通運輸に力を尽くすべく、主として道路計画を樹立して、市外の停災をせえ物資集散の勢いを助長することが重要と述べ、 大豊洋家構想はさらに積極的に展開されることとなった豊洋家町は震災復興再開発事業として高知整理を名目に区画整理を進めた。円山川の改修のほか、港村に属していた津山港の改修も進められ、大豊洋家構想は結果的に周辺の村部にも波及した。ありがとうございます。